はい、皆さんこんにちは。9月14日土曜日、ただいまの時刻13時40分過ぎたところです。鎌倉由比ヶ浜海岸です。午前中は雨が降ってましたけども、午後はですね、雲も、まあ、若干雲はありますけども雨が上がってますね。海水浴ができる状態になりました。海の家の解体もですね、結構かなり、進んできております。まあ、ぼちぼち、海水浴の人もいましたけども、ほとんどが、サーフィンする人がほとんどなんですけども、まあ、天気が良くなってきたということで、海に来る人も、増えてきました。はい、こんな感じですね。人もですね、海水浴する人もオフになりましたけども、まだ気温が高いし、水温も高いので、泳げる。まあ、時々ですね、鎌倉に来たついでに由比ヶ浜に、散歩に来るっていうお客さんも、見えるようです。はい、私もですね、バリバリ泳いでですね、バリバリ日焼けしております。結構ですね、まあ、それなりに、日焼けはしたんじゃないかなという、気がします。この時期はですね、まあ、シーズンオフになったということで非常に透明度が高いです。でクラゲもですね、まあ、何回か泳ぎましたけども、クラゲにですね刺されなくてよかったですね。先週はですね、まあ、ここの由比ヶ浜とですね、東側にある材木座海水浴場あるんですけども、材木座海水浴場に行ったらですね、行きましたらむちゃくちゃ、クラゲに刺されました。まだですね、若干ですね、あちこちこの赤い斑点が、残ってます。4箇所5箇所ぐらいかな。両足首、両手首、太ももっと、クラゲに刺されましたけども、まあ、今のところは、良くなったようです。まだちょっと赤い斑点がありますけどもね。クラゲはダメですね。刺された後に気がつきますからね。まあ、事前にこう泳ぐときにクラゲいないかなと思ってね、2くらいいるんだけどもやっぱ分からないですね。はい、こんな状況です。こうですね、まだ、入道雲も、出てますし、まだまだ夏は終わらないように、まあ、確かに海の家は終わってしまったんですけどね。はい、360度をぐるっと回ってみますね。はい、エイベックスのあった海の家ですね。解体がかなり進んでおります。ここはノートンがあったところですね。はい、私のお世話になった海の家の時もですね、屋根がもう、北側の屋根はもうなくなってますね。はい、サーフィンやる人がやっぱり、気温が高ければ、まあ、シーズンオフといえどもまだまだ、泳げます。